1979から1980シーズンの NBA は NBA の34回目のシーズンである。1970年代は NBA にとって暗黒の時代だった。ABA との生存競争によりリーグ全体が疲弊し各球団は選手のサラリーの急激な上昇で財政難に苦しみ観客席には空席が目立つようになり、 テレビ視聴率も下がる一方、さらに薬物やアルコールによるスキャンダルが続発し、リーグのイメージも極端に悪化していた。NBA は、スリーポイントシュートの導入など、事態打開のために、様々な手を打つが、NBA に真に必要だったのはリーグを牽引する、救世主、スーパースターの登場だった。カズトは1956年、インディアナ州のウエストバーデンで生まれた。 一見どこにでもいる、田舎の純朴な白人少年に見える、彼は、しかし一度コートに立てば波外れた、バスケットセンスを発揮する選手で、大学進学を迎える頃には、有名大学からスカウトを受けるほどの名選手になっていた。彼は、東証として知られる、ボビー・ナイトが指導するインディアナ大学に進学するが、ナイトの荒劣な指導や、学校の雰囲気に馴染めず、 すぐに退学し、一度は、バスケットの道を諦めた。しかしその後再び大学に戻る決意をし、インディアナ州立大学に進学。当時カレッジバスケ界では、決して有名校とは言えなかった、同大学チームを、彼は、カレッジバスケの最高峰である、NCWA トーナメント進出を果たすまでに、押し上げる。彼の名は、当然 NBA にも轟き、 彼が大学を卒業する1979年の NBA ドラフトの目玉となるはずだった。しかし彼の名前は意外な年のドラフトの意外な順位で指名されることとなる。1978年の NBA ドラフト全体6位、それが彼の指名順位だった。彼を税が非でも欲するボストンセルティックスのレッドアワーバック GM は一計を暗示、彼が インディアナ大学中退後、一年間短期大学に通っていたことを目につけ、インディアナ州立大学での3年間を合わせて、大学プレイ資格4年間を全うしたとして、彼を強引に指名したのである。本来なら、翌年のもっと上位で指名されるはずの彼は、1978年の全体6位指名で、東の名門。 当時低迷にあえいでいたセルティックスに入団が決まった。しかし彼はもう一年大学でプレーするため、セルティックスの入団は一年を待たなければならない。しかしこの一年が彼、ラリーバードの後に続く、新たな物語を紡ぎ出すこととなる。もう一人はバードに3年遅れること1959年、ミシガン州の州都ランシングで生まれた。陽気な黒人少年だった。 彼、アービン・ジョンソン・ジュニアは優秀なバスケット選手という点以外は性格やプレースタイルあらゆる点でバードとは対照的だった。見栄えのする彼の鮮やかなプレイは人々を魅了するようなり、彼が2年生の時にはある試合で36得点18、リバウンド16アシスト10スティールのクアドルプルダブルを記録。その時取材に訪れていた地元記者から、 マジックというニックネームが与えられた。高校4年生だった彼が高校のチームを州チャンピオンに導いた同じ年 NBA で一つのトレードが行われた。ロサンゼルスレーカーズがゲール・グッドリッチをニューオーリンズ・ジャズにトレードに出したのである。すでにベテランの域に達し成績も落ち始めていたグッドリッチのトレードは当時それほど注目されたものではなかったが この時レイカーズが大価として得たものが将来非常に大きな意味を持ってくる。ジョンソンは高校卒業後ミシガニ州立大学に進学。当時低迷していた同校を彼は前期の12勝15敗から25勝5敗と大躍進させた。彼の名はアービン・マジック・ジョンソン、マジック・ジョンソンとして全米に知れ渡るようになった。 それまでほとんど接点がなかったバードとマジックを結びつけたのが1979年の NCWA トーナメントである。バードが加わって4年目のインディアナ州立大学はシーズンを33戦全勝で終えるほどの勢いを誇り2年目のマジックが在籍するミシガン州立大学もトーナメントの優勝候補となっていた。メディアは当然のように 両チームのエースに目をつけ、選手としても一人の青年としても、見事に対照的な二人を、集中的に取り上げた。結果二人は試合では一度も対戦したことがないにも、かかわらず、ライバルとして、全米のバスケットファンに認知されることとなり、決勝トーナメントは、異常なほどの注目を集めた。そしてあたかも筋書き通りであるかのように、二人は、 トーナメント決勝で相対したのである。試合は75から64で、ミシガン州立大が勝利し、バード対マジック最初の対決はマジックに軍配が上がった。全米に向けて放送されたテレビ中継の視聴率は、NCWA 史上最高の38%を記録し、現在も破られていない。もしバードが、アーリーエントリーし、1978年の、 ドラフト指名でそのままセルティックスに入団していたならば、この決勝での対決はなく、バード対マジックのライバル関係も成立し得なかった。その意味で、NBA は非常に運が良く、また、何より、NCWA トーナメント決勝という当時の NBA ファイナルを遥かにしのぐ、アメリカバスケ界最高の舞台で、バード対マジックを全米に向けてアピールできたことが、大きかった。 バード対マジックを NBA にそのまま持ち込むことにより彼らが全米から集めた注目をそのまま NBA に引き込むことができたからである。しかしそれには1979年の NBA ドラフトにアーリーエントリーしたマジック・ジョンソンがどのチームに入団するかが重要だった。すでにバードはセルティックスの入団が決まっておりマジックが 東の名門セルティックスのライバルにふさわしいチームに入団することが NBA にとっては最上のシナリオだった。そしてマジックを全体1位指名したのがロサンゼルスレイカーズだった。西の名門でセルティックスの永遠のライバルであるレイカーズへの入団は NBA にとっては他にない最高の選択だった。前期の成績が47勝35敗。 リーグ6位タイの成績だったレイカーズが全体1位指名を得られたのは遡ること3年前1976年のガイル・グッドリッチのトレードが関係してくるこの時ジャズから対価として得たのが将来のドラフト指名権だった前期26勝56敗で見事にリーグ再開となったジャズが獲得したドラフト1位指名権を レイカーズがまんまと手中に収め、マジックを指名したのである。なお、レイカーズはこのシーズン中にも、クリーブランドキャバリアーズとのトレードで、ドンフォードとの交換で、1982年の一巡目、ね、ドラフト指名権を獲得している。これが後に一世を風靡する、ショータイムバスケットの完成につながる。あらゆる幸運が重なって、 バード対マジックという1980年代最高のライバル関係は確立された。二人の NBA リーグ、リーグ全体はこの二人が支配するようになり、80年代のファイナルはバードのセルティックスとマジックのレイカーズのいずれかが必ず出場し、ファイナルでのセルティックス対レイカーズの直接対決は80年代の NBA 最高のカードとなった。 NBA に入って、さらに加熱した両者のライバル関係は、当時無算していた NBA への注目を一気に引き戻すことに成功し、さらにどん底に沈んでいた NBA 人気をかつてないほどに高めることとなる。NBA にとって、バードとマジックは、まさに救世主だった。ドラフトでは、マジック・ジョンソンが、ロサンゼルス・レイカーズから全体一位指名を受けた。他、 デーブ・グリーンウッド、ビル・カート・ライト、シドニー・モン・クリーフ、ビニー・ジョンソン、カルビン・ナット、クリフ・ロービンソン、ジム・パクソン、ダドリー・ブラッドリー、フィル・ハバード、レジー・キング、ポール・モークスキー、ジョニー・ムーア、ジェフ・ヒューストン、アール・キュアトン、ビル・レインビア、ジェームズ・ドナルドソン、ジェリー・シヒティング、アレン・リーベル、チャールズ・ジョーンズらが指名を受けている。また今回のドラフトでは入団しなかったが、 マーク・イートンが一度目の指名を107位で受けている。オールスターには、M ・ジョンソン、B ・カートライト、S ・モンクリーフ、C ・ナット、J ・パクソン、B ・レインビア、J ・ドナルドソンの7人が選ばれているほか、M ・イートンもオールスターに選出されている。スリーポイントシュートの概念は1933年のハーマン・セーガー発案に始まり、 彼の案ではバスケットから15フィートと25フィート、離れた2つのラインがあり、15フィートの中からのシュートは1点、15フィートから25フィートの間からのシュートは2点、25フィートの外からのシュートは3点と定められた。その後1945年に NCWA でスリーポイントシュートを導入した試験試合が行われ、 プロバスケットボールリーグの分野では1961年から1963年の3年間活動した A ビールが初めて採用し、独立リーグエピブルも1964年に採用した。一方で、プロバスケットボールの名手である NBA はなかなかスリーポイントシュート導入には踏み切らず、1967年にはライバルリーグ ABA が誕生し、 ABA も翌年の1968年には導入。スリーポイントシュートは ABA によって認知度を高めた。そして1976年に NBA が ABA を吸収合併して3年後のこの年、ようやく NBA もスリーポイントシュート採用に踏み切ったのである。国際ルールでは1989年に導入される。 なお、NBA のスリーポイントラインは、国際ルールよりも、最大で、約1メートル後方にある。NBA の記念すべき、最初のスリーポイントシュート成功者は、ボストンセルティックスのクリスフォードで10月12日の、ヒューストンロケッツ戦だった。バスケットにおいて、通常のフィールドゴールからさらに1点加算される、スリーポイントシュートはまさに魔法のシュートであり、 試合をより刺激的で複雑なものにした。スリーポイントシュートの導入は NBA 人気のテコ入れに大きな役割を果たした。前期29勝53敗に終わったセルティックスはラリーバードを獲得したこの年61勝21敗の成績を収める大躍進を遂げる。上積みした32勝は当時の NBA 記録である。その比力さゆえに NBA で通用するか不安視されていたバードは、ルーキーイヤーからリーグ最古3チームを牽引する、活躍を見せ、21.3得点10.4、リバウンド4.5アシストの成績を残し、マジック・ジョンソンを抑えて、新人王を獲得した。ルーキーながら、オール NBA ファーストチームにも選出され、バードはこの年をはじめに9年連続同賞に、選出される。 一時は低迷したセルティックスも、バードに加え、彼とフロントコートを組むセドリック・マックスウェール、70年代を代表する、ポイントガードのネート・アーチボルト、NBA 最初期のスリーポイントシューター・クリス・フォードらが、揃い、再び優勝を狙えるチームとなった。またこのシーズン途中から、アーチボルトと、名ポイントガードの双壁を成したビート・マラビッチが、加わっている。 マジック・ジョンソンが入団した、ロサンゼルス・レイカーズには、カリーム・アブドゥル・ジャバーが在籍していた。若手ナンバーワン PG と当時最高峰のセンターを、揃えたレイカーズはリーグを席巻し、前期を大幅に上回る60勝を記録。マジックは18.0得点7.7リバウンド7.3アシストを記録するが、個人成績でもチーム成績でもバードには一歩及ばず、 新人を獲得は逃した。大黒柱のジャバーは、自身6度目の MVP を獲得し、ビル・ラッセルを抜いて、MVP 通算獲得回数歴代1位となった。ジャバー一人では優勝できなかったレイカーズも、マジックという、この上ない相棒を得て、さらにノーム・ニクソン、ジャマール・ウィルクスらが脇を固める、こちらも優勝を狙える人形が整った。バード、マジックの入団は、 それぞれのチームに絶大な経済効果をもたらし、観客動員数だけでもセルティックスは前期の41万7926人から59万6349人の約18万人増。レイカーズも48万2611人から58万2882人の約10万人増となった。 リーグ全体でも2年連続減から増加に転じている。またバードのセルティックスとマジックのレイカーズは NBA にとって5年ぶりに現れた60勝以上達成チームだった。1980年代の到来を告げる1979から80シーズンはラリーバード率いるボストンセルティックスとマジックジョンソン、要するロサンゼルスレイカーズ一色に染まったシーズンとなった。 周囲はプレイオフでも両チームが勝ち抜き、ファイナルは前年の NCWA トーナメント決勝の再現になることを期待した。ロサンゼルスレーカーズは1970年代前半にエルジンベーラー、ウィルト、チェンバレン、ジェリー・ウェストラが立て続けに引退し、1972年を最後に優勝から遠ざかっていた。1976年に カリーム・アブドゥル・ジャバーが加入したことで、レイカーズが再び栄光を取り戻すかに思われたが、彼が加わった年のレイカーズは、勝率5割すら上回ることができなかった。1977年には優秀なポイントガードの、ノーム・ニクソン、元新人王のジャマール・ウィルクスが加入し、チーム成績は、少しずつ上昇していくが、優勝とはほど遠く、やがてジャバーには、批判が集まるようになり、 ジャバーは自分の殻に閉じも来るようになった。そして1979年、マジック・ジョンソンがレイカーズに入団。マジックは当時レイカーズに足りなかった情熱を持ち込んだ。マジックの NBA 公式デビューとなった開幕戦のサンディエゴ・クリッパーズ戦では、ジャバーのスカイフックによるブザービーターが決まり、レイカーズが勝利した。劇的な勝利に、 ロッカールームに戻ってもまるで優勝したように、はしゃぎ回るマジックに、呆れたジャバーは落ち着くようたしなめ、まだシーズンは81試合も残っていることを言い聞かせた。それでもマジックの根っからの陽気さが、レイカーズに好影響を与えたのは、確かだった。マジックはすぐに、チームの中心となり、チームメイトからは、ヤングバック、と呼ばれるようになった。 しかしこの年のレイカーズは順風満帆ではなかった。14試合を消化した時点でヘッドコーチのジャック・マッキーにが交通事故に遭い重傷を負ってしまったのである。後任にはポールウエストヘッドが就任した。さらにシーズンが進むにつれて新人のマジックがボールを独占しすぎると同じポジションのノーム・ニクソンが不満を漏らすようになった。マジックは プレーの改善に努め、またニクソンもシューティングガードへのコンバートに応じ、ウェストヘッドのコーチ就任後は50勝18敗、通算で60勝22敗の好成績でシーズンを終えた。情熱を取り戻したジャバーは、史上最多となる6度目のシーズンに MVP を受賞した。プレーオフに入り、レイカーズは他を寄せ付けない強さを見せた。シーズン55勝のフェニックス・サンズ、 56勝で、前期のチャンピオンチームである、シアトルスーパーソニックスをいずれも4勝1敗で破り、ファイナルに勝ち進んだのである。一方、東から勝ち上がってきたのはセルティックスではなかった。レイカーズとセルティックスの新時代到来に待ったを、かけたのが、70年代、NBA の残勝である、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズである。レイカーズ、 セルティックスと並ぶ名門チームであるセブンティー・シクサーズは70年代半ばから再び力をつけ出し1976年には ABA の九州合併でジュリアス・アービングを獲得し一気に競合の座を取り戻した以後二度ファイナルに進出するも優勝は叶わなかった三度目の正直となるこの年にはエースのアービングをはじめとする優秀な選手が 揃っていた。華麗なスラムダンカーであるアービングに対し、破壊的なスラムダンカーで知られた、セブンティー・シクサーズハイ抜きのダリール・ドーキンスは、このシーズンもゴールのバックボードを2回も破壊した。スモールフォワードで、シックスマンのボビー・ジョーンズは、優れたディフェンダーであり、驚異的な跳躍力の持ち主で、速攻の一番手だった。 さらにセブンティー・シクサーズが得意とした速攻を操る、ポイントガードのモーリス・チークス、フォワードのスティーブ・ミックス、シューターのライオネル・ホリンズはこのシーズン怪我に泣いた、ダグ・コリンズのバックアップを務め、コールドウェル・ジョーンズは、ドーキンスと共にインサイドを固めた。ヘッドコーチは、アービング以前のセブンティー・シクサーズのエースだった、ビリー・カニンダムが務めた。攻守両面において、また若手と、 ベテランにおいてバランスの良いチームに仕上がったセブンティー・シクサーズは59勝23敗とセルティックス、レイカーズに次ぐ成績を残しプレイオフではカンファレンス決勝でセルティックスを破って3年ぶりにファイナルに進出したマジックのレイカーズとバードのセルティックスのライバル関係が注目される中で両者に割って入る存在がこのセブンティー・シクサーズであり当時の 両チームにとって最大のライバルだった。セルティックスにとってはファイナル進出を狙う上で最大の障害がこのセブンティー・シクサーズであり、また、レイカーズとセブンティー・シクサーズはこの年を含め、今後4年間でサンドファイナルで相対する。第1戦カリーム・アブドゥル・ジャバーが33得点14、リバウンドの活躍でレイカーズを109から102の勝利に導く。 レイカーズのノーム・ニクソンは23得点、ジャマール・ウィルクスは20得点を挙げる傍ら、ディフェンスでは、ジュリアス・アービングに徹底マークを敷いた。ファイナルデビューを飾ったマジック・ジョンソンは、16得点、9リバウンド10アシストの、準トリプルダブルの活躍だった。第2戦、第2戦は、ジュリアス・アービングが、ジャバーの頭越しにダンクを決めて始まった。 アービングはダンクを皮切りに第一球だけで12得点を記録。この日25得点のダレル・ドーキンスはミドルレンジからのジャンプショットを決めることによりジャバーをゴールから遠ざけた。手薄になったゴール下をアービングやモーリス・チークラが攻め込み、二人はそれぞれ23得点を記録した。レイカーズはジャバーがこの日も38得点と活躍したが、 セブンティー・シクサーズが、レイカーズの速攻をうまく防いだため、常に、セブンティー・シクサーズに、リードされる試合となった。それでも第4球終盤には105から104とその最点にまで、追いついたが、最後は、ボビー・ジョーンズが、ダメ押しとなる、ジャンプショットを決め、107から104で、セブンティー・シクサーズが勝利。レイカーズのホームコートアドバンテージを無効にした。 第3戦レイカーズのポールウェストヘッド HC は、第2戦で活躍したドーキンスに、ジム・チョーンズを当て、ジャバーには、コールドウェル・ジョーンズとマッチアップさせた。またプレイオフに入って、数字を伸ばしているシューターのライオネル・ホリンズには、マジックにマークさせ、セブンティー・シクサーズの外からのシュートを抑えさせた。このマッチアップの変更が功を奏し、レイカーズは、 1> 第1級だけで15得点のリードを奪った。第2級にはアービングが持ち前の身体能力を駆使して反撃を試み点差を縮めにかかったがレイカーズが前半最後の2分で9連続得点を決めてセブンティー・シクサーズを突き放した。この時の点差がセブンティー・シクサーズにとっては致命傷となり111から101でレイカーズが勝利した。 ジャバーは33得点14リバウンド4ブロックを記録した。第4戦セブンティーシクサーズが105から102で勝利し、シリーズを2勝2敗のタイに戻した。この試合終盤で NBA 史に残るハイライトシーンが生まれる。フリースローレーンでボールを持ったジュリアス・アービングはゴール下に向かってドライブした。レイカーズのマーク・ラインベルガーのマークを受けたアービングは、 バックボードの裏側であるベースラインまで切れ込むと、そこからバスケットに向かってジャンプ。ボールを持った右腕は、バスケットに向かって、天高く振りかざされたが、一緒に空中に飛んだ218センチメートルの、ジャバーとバックボードに遮られる。しかし驚異的な滞空時間を誇るアービングは、着地する前にボールを一旦下げると、バックボードの裏側から腕を伸ばして、リバースレイアップを放った。 すくい上げられるように舞ったボールは、バスケットにきれいに吸い込まれた。このショットは後にベースラインムーブと名付けられ、期待のスラムダンカーとして鳴らした、アービングのマコッチョとして、NBA ファンの語り草となる。第5戦アービングに、最高のプレーを見せつけられたのならば、今度はレイカーズが奮起する番だった。第5戦。 第3級後半に入った時点でジャバーは26得点を積み重ねていたが、誤って、ライオネル・ホリンズの足を踏んで、右足首をくじいてしまい、ロッカールームに下げられてしまった。この時レイカーズのリードはわずかに2点。大黒柱不在の中、ここまで村の多かったマジックがチームを牽引する、働きを見せ、なんとか踏みとどまった。そして第4級序盤。 ジャバーが足を引きずりながら、コートに姿を現したとき、フォーラムの客席を埋め尽くした、レイカーズファンは興奮と驚きでどよめいた。ジャバーは足をかばいながらもさらに14得点を記録。残り33秒を103から103の同点で、迎えたとき、ジャバーは、渾身のダンクでファウルを引き出し、スリーポイントプレーを決めて、チームの勝利を決定づけた。 最終スコアは108から103。アービングは36得点を記録し、残り3分からはほとんど独力で103から103の同点に追いつかせたが、最後はジャバーの執念の前に屈した。レイカーズは3勝2敗で優勝に大手をかけた。第6戦、第5戦が終わった夜、フィラデルフィアに向かうレイカーズの飛行機の中に、ジャバーの姿はなかった。 ジャバーの怪我は予想以上に悪く、第6戦を欠場することが決まり、チームにも同行しなかったのである。ジャバーが、いつも座る専用シートには、マジックが座っていた。一方、セブンティー・シクサーズのメンバーは、レイカーズが、大黒柱不在のままフィラデルフィアに乗り込んでくるとは、夢にも思っていなかった。フィラデルフィアのラジオではジャバーが、 空港に降り立ったことを伝え、あるタクシーの運転手はホテルまでジャバーを送ったとまで証言していた。そのためジャバーが不在の上、ポイントガードのマジック・ジョンソンがセンターとして試合に出場することが分かった時のセブンティー・シクサーズの驚きは大きかった。最も驚いたのはセブンティー・シクサーズだけではなく、レイカーズのメンバーも同様は隠せず、ほとんどの選手は フィラデルフィアで優勝できるとは思っていなかった。奇策中の奇策に惑わされたセブンティー・シクサーズに、レイカーズは、試合開始から7連続得点と畳みかけ、序盤に11から4とリードを奪った。しかし218センチメートルのジャバーの不在は大きく、セブンティー・シクサーズは、サイズの優位性を利用して、第29に,には逆転し、52から44とリードを、広げた。 レイカーズのウエストヘッド HC もすぐに対抗策を講じ、ペイントエリア内では積極的にオフェンスファウルを誘うことでゴール下の慎重さを帳消しにさせ、前半を60から60の体で終えた。後半、レイカーズはジャマール・ウィルクスが爆発。第3球だけで16得点を決めたウィルクスの活躍で、後半開始から連続14得点を決め、一気に セブンティー・シクサーズを突き放しにかかった。しかし、後がないセブンティー・シクサーズも粘りを見せ、第4球残り5分には103から101の2点差にまで追い上げた。ウェストヘッドはタイムアウトを取り、優勝へ向けて選手たちに最後のエールを送った。タイムアウト明け後のレイカーズの猛攻は凄まじく、特にマジックは試合終了のブザーが鳴るまでに9得点を。 集中させた。セブンティー・シクサーズがなんとか6点を稼ぐ間に、レイカーズは20得点を積み重ね、123から107で、レイカーズが勝利。8年ぶり7回目の優勝を決めた。ジャバーの不在に、各選手が奮起したレイカーズは、後半の猛攻の口火を切ったジャマール・ウィルクスが37得点、10リバウンド、ジム・チョーンズは、ジャバーの代わりに、 ゴール下の守護神となり、11得点10リバウンドを記録して、セブンティーシクサーズのドーキンスを14得点4リバウンドに抑えた。マイケル・クーパーも16得点を記録した。しかしこの日最大の主君者は慣れないセンターで、獅子粉ンの活躍を見せたマジック・ジョンソンだった。マジックは42得点15リバウンド7アシスト3ブロックを記録し、 大舞台で14本のフリースローをすべてを決めた。チームを優勝に導いたマジックは、新事後こそ、ラリーバードに譲ったものの、それを上回る名誉である、ファイナル MVP を、ルーキーイヤーから獲得。ルーキーにして、ファイナル MVP に選ばれたのは、NBA 史上マジックジョンソンただ一人である。マジックと共に、新たな時代を歩み始めた、ロサンゼルスレーカーズは、 最高の形で、その第一歩を踏み出した。一方、アービング体制になって3度目の、ファイナル敗退となった、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズだが、人容の充実ぶりは、レイカーズやセルティックスとも何ら引けを取らず、以後も、優勝候補として、リーグに君臨し、2年後には再び優勝をかけて、レイカーズと対戦する。結果、ロサンゼルスレイカーズ4から2、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ・ファイナル MVP マジックジョンソン・ロスターありがとうございます